はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。今回はプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲の者シャア編の続きステージ5をプレイしていきたいと思います。和平条約では我が艦隊はルナ2で武装解除することになっていた。だがルナ2に向かわせた艦隊はダミーマジン、数だけを揃えたものだ。連邦の注意がそれている間に私は本隊を率いてアクシズに向かった。ロンドベルが私の艦隊の動きに気づいたとしても間に合いはしない。私の勝ちだ、アムロ。ミノフスキー粒子、戦闘濃度散布、総員、有視界戦闘用意。第一波ミサイル、発射。あれか？スタイルの中に核があった。やるな、ロンドベル。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。アクシズ地球に向かって降下を開始した。あとは最終加速をかけるまで核ノズルを守ってやればいい。第2波か。どれが核だ。ファンネル。そんなに数はないはずだ。なんか今までと全く違うぞ、ステージが。難しい。全然当たんない。これ、胸部の、これ。メガ粒子砲、胸部メガ粒子砲を撃った方が当たりそうな気がする。これは難しいな。なあ、玉切れ差しかも。こんなとこで玉切れか。パターンがわからない。次はどっちから来る。食らった。なんとなくコツが分かってきた。結構乱射しても良さそうですね。ただ弾切れにだけはちょっと注意しないとひどいことになりそう。食らった。直撃だ。今た何も弾がない。弾が何もない。あとどのくらいしのけばいいんだ。動かしながら、このカーソルを動かしながら撃てますね。なので、とりあえず撃ちながらカーソルをその方向に向けるっていうのが一番良さそうですね。弾切れが心配。
さあ、何も弾がないぞ、今。した。ようやく弾が回復。胸部のメガ粒子砲、腹部のメガ粒子砲は結構使い勝手がいいので、なんとか用意していきたいなっていう感じはしますね、数に。ミサイルが阻止されました。ラーカイラムをアクシズにつける。総員陸戦用意。総員陸戦用意。総員陸戦用意。艦隊戦は諦めたか。核ミサイルが底をついたな。さあ、これダメージ継続してるかどうかだな。継続してる。ジェガン相手にどこまで戦えるかだな。数がちょっと多いとこちらの ダメージが増えてるので、あんまり長々とは戦いたくないかなって感じはしますけど。ただジェガンは直撃できれば一発で締められます。この後アムロとかが連戦で出てくることはないと思う。ステージ構成からするとおそらく次のステージ6が最終ステージということで、アムロの入団だと一騎打ちになるんじゃないかなと思うので、そこで戦えれば全滅かなと思います。至近距離だとこの腹部のメガ粒子砲が結構当たります。うん、食らった。これ狙いすぎる気が踏みするな。残った人類などは地上のノミだということがなぜわからん。世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後では気高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。私は世直しなど考えていない。移民どもにその才能を利用されている者の言うことか。そうかい。はい、というわけで今回はちょっと今までと違う思考のステージもありましたが、なんとか攻略完了してます。